新しい名古屋ですね。はい、じゃあこれで僕の家を見つけられるかな。僕の家を出て左に行き最初の交差点を右に曲がって、うん、僕の家を出て左に行き最初の交差点を右に曲がってその次の交差点も右に曲がると、うん、正面から朝日が見えます、うん、さあ僕の家はどこかな。朝日っていうのは東なので、あ、そうですね、まあ右、そうです、最終的に右を向いたら、はい、その家だっていうことですね。そうですね。僕の家で出て一回タッチして左に行き、僕の家を出て左に行き、うん、次の交差点も右に曲がり、うん、そんな家ばっかりじゃないですか、そんな。だから、出口が全部違うからそれぞれ。そうですよ。うん、行き左に行き、うん、右って曲がる。右に行き、あ、左に行き。右に、左に、行き、これそれ、あ、これ。カタこれっていうの。あ、これ。はい、これです。偶然やろ。え、偶然じゃない。全ての謎は必ず。たまたまや。たまたまじゃない、これ。ほらもうこう見えても私こういうの得意ですからね。絶対たまたまや。正解、逆から考えればすぐに分かります。正面に朝日が見えるのは東向き、つまり最後に地図をの右を向いている。問題では左右に曲がっている。これを逆に考え、右向きから始めて進行方向に対して左右に曲がると下向きになります。右から道から見て下向き、つまり上向きに出口のある家は一軒しかないです。そうですね。これは IQ700 って書いてある。偶然やろ。でもこれ私 IQ 何聞くどころじゃないですか。何言うてんねん。この謎は難しいと思ったんだけど見事に。え、違う。